使う方がいいかな。そしたら、今日はビームのゴシリの紹介していきたいと思います。一応3種類あるんで、その種類とグレードの違いを見てもらえると思う。これが M スポーツ。これね、一応ビームのリーマさんで置いてまして、5シリーズ。これ M スポーツ、一番右が。はい。グレードが M スポーツ。で、真ん中ラグジュアリー、まあ、真ん中のやつ。で、これが左、M スピリット。っていう違い。まあ、グレードの違いがあります。はい。で、まず、じゃあ、こちら行きましょう。何が違いますか、同じ車でって言われると、キャンディネームスポーツっていう一番上なんですね、グレードが。で、ラグジュアリーっていうのが真ん中で、 M スピリットっていうのはその M スポーツ一番上のグレードにちょっと似せてというか、まあそれの魂を受け継いだみたいな車ですっていうのが M スポーツ、 M スピリットで、これが M スピリットです。 M スポーツっぽく作られた車っていう、まあイメージね。ちょっと説明難しいですけど。じゃあ、これ M スピリットのグリルから紹介します。まずね、M スピリット、こんなヘッドライトが普通の LED です。これ。で、ウインカーこれです。こうね。っていうところ、まあこのヘッドライトの違いは結構大きいんですね。M スピリット、まあ要は一番これが M スポーツ、M スポーツから、まあ、いらんものを省いて、値段を落とした車みたいなイメージなんで、まあ、ちょっとヘッドライト、まあ、この辺が、ちょっと、簡易的な仕様になってますと。あと、こういうとこですね、下、こんなとこ、この辺はね、基本的に、どの車も同じなんで、まあ、前から見た時に違うのは、ヘッドライト、これが違います。次、真ん中、ラグジュアリー。これね、ラグジュアリーっていう名前の通り、まあ、ちょっと豪華な仕様になってます。で、内装は後から見ますけど、内装がまあレーザーシートになって、この側のシートが標準でついてきます。いうところと、あと見た感じ、さっきの車と見比べてもらうと、まあヘッドライトですね。これがデザインが違います。まあちょっと見た感じね、こう比較してもらうと。もう、キラキラしてますね。うん。で、さっきウインカーこっちでしたね。端っこ。ラグジュアリーになってからもこの、ラグジュアリーモデルカラー号のここがウィンカーになります。全部 LED。なるほど。で、ここ見てもらうと、このアダプティブヘッドライトが入ってますね。これ要するに真上の、まあ、いいヘッドライトです。要はヘッドライト動きますよ。ハンドル切ったら、ヘッドライトが動いてくれたりとか、まあ自動でハイビームの高さを変えてくれたりとか、っていうのをアダプティブ、まあ順応しますよ。順応するヘッドライトですよっていうのがついてます。で、ラグジュアリーなんで、まあ見た目がね、豪華っぽく見せるために、この、ここ、細かいですけど、このグリルのこの縦のライン。これが全部シルバーメッキになります。で、あとは、ここもね、さっきは、真っ黒、ピアノブラックやったとこが、ラグジュアリーになったらこうシルバーになりますよ。っていうね、メッキが付けられた時点でちょっと豪華っぽくなります。この縁は全部一緒ですけどね。っていうのが一応ラグジュアリー。こう、まあ、豪華仕様モデルになってますよ。で、M スポーツね。これ、ま、一番上のグレード。で、一番スポーティーで、まあ、見た目もかっこいいグレードになってます。で、こっちはま、別にね、これもヘッドライトも同じです。さっきと。ラグジュアリーと同じです。アダプティブライトなんで、まあ、ヘッドライトが動いてくれて、明るさを調整してくれますよ。で、まあ、M スポなんで、ここはブラックになって、ここですね、こういうとこ。で、前から見てもらうと、このね、ここ。形状が M スポーツはちょっと口がこんな開いてる感じで、もうデザインが変わりますね。そう。まあ、かっこいい。これラグジュアリーと見比べてもらうと。確かに、半分カットされて。で、あっちは同じです。まあ、見た目の、ね、前の顔が、だいぶ印象変わるかなと思います。で、まあ、見た目の前の感じ、前の見た目はそんな感じですね。これ M スピリット最初に紹介したやつ。のホイールを見てください。これね、18インチです。
で、M っていうマークが一応入ってますけど、M スポーツとはちょっと違うホイールですね。M スポーツもどきホイールみたいな。これはこれでデザインかっこいいですね。うん、いいっすけどね。シンプルにスポーツなホイール。まあ、ホイールこんな感じです。次、ラグジュアリー。これ18です。これラグジュアリーのホイールです。まあまあ、ちょっと豪華っぽいね。エレガンスなホイールになってますよ。っていうのがラグジュアリー。で、M スポーツ。一番上のやつ。スポーツモデル。だったら19インチになって、ちょっとこういうね、見た目もスポーティーでかっこいいホイールになってます。一番迫力あるですね。うん、いいっすね。うん、まあ横、行くにつれて、まあこういう細かいその、ドアのね、ピラーっていうかその、モール。M スは真っ黒ですけど、ラグジュアリーになったらこうシルバーね、入ります。ちょっと豪華っぽくなります。うん、まあこういうとこも。ステップの形状も違いますね。そうちゃいますね。サイドの。やっぱこう。この後ろも若干違います。M スポーツやったらブラックです。で、ラグジュアリーやったらまあ。ああ。ちょっとデザインね。こういう感じ。マフラーエンドの形も。うん、違いますね。M スピリットなんですけど、これ手動です。電動ではないです。見てもらうとこんなね、電動やったらここにボタンがつくんですよ。で、こっちラグジュアリーとか M スポーツは全部電動です。これ触るとウィーンと自動でボタンありますね。これ押したら閉まります。で、これ結構便利なのが、足でね、下にセンサーがあるんで、足入れるだけで、これだけで開きます。触らなくても。じゃあ両手塞がってても、こう足だけ入れたら、これだけで、ね、閉まります。もう。っていうのは、これ、ラグジュアリーも、この M スポーツにも、ついてます。でこういうとこですね。だから、M スピリットはこういうところ、まあ、省いて安くしてると。お金かかりますからね、これだけでも。ちょっとじゃあ内臓を見ていきましょうか。で、M スポーツとか M スピリットやったらこんな感じのね、ラインが。これラグジュアリー。違うでしょ。こんなとこも違います。まあこっちは一緒ですけどね。で、M スピリットって、要は M スポーツは別物で、いらんオプションをね、省いて、安くしてるんですよ。で、安くして、でも見た目はスポーティーにしてるというモデルなんで、ちょっといろんなね、普通がついてるオプションがついてなかったりするんですね。これで普通 BM とかベンツは、鍵をこう触ると、スマートキーで開くんですけど、M スピリットはそれがついてないです。だから鍵をこう出してきて、これだけのためです。っていうね、一手間がやっぱ、まあありますけど、そんないりますかって話なんで。この中見ててください。中のこのね、これ M スピリット、リートの形状、これはね、M スポーツとほとんど変わらないです。違うとこは、このパネル、ここ。ここね、パネル。で、全部外のパネルね、そこのセンターのパネルと、あとメーターね、あと2台はね、全部液晶なんですよ。フル液晶。ですけど、これは M スピリットは簡易的なモデルなんで、ちょっと部分的な液晶にしてる。でね、360度カメラはこれはついてないです。っていう違いぐらいかな。M スピリット。M スポーツの違い。だからまあいろいろ高いやつを省いてね、金額を安くしたモデルが M スピリット。かつでも値段はかっか、でも見た目はかっこいいと。っていう車になってます。これで十分やな。ね。ほら、もう乗ろうとしてるやついるもん。まあ、いますよ。
買いますか。買いますか。買うそうです。ありがとうございます。さっき言ったウィンカー、これね、これ M スピリットだったらウィンカーがここですよね。これわかります？でもこれラグジュアリーとか M スポーツになったらウィンカーがここです。かっこいい。うん、ちょっと動きますね、今これ。見えます？これほら。っていう感じで、まあ、ヘッドライトが動くね、作りになってると。それがアダプティブヘッドライトって言います。じゃあ、ラグジュアリー内装を見ていきましょう。これはもう鍵持ってたら閉まりますし、ミラーも閉まりますし、開きます。普通はね、ついてるんですけどね。M スピリットだけはついてる。で、内装見てもらうと、これまずこのさっき、パネル。ブラック。ブラックのウッドみたいな、ウッド状になってます。で、ここもちゃいますし、で、メーター周り。あとメーターですね。さっき、部分的に液晶やったものが、これやったら全部液晶になってます。これラグジュアリーです。で、あと、こういうシート。これが全部レーザーになってますね。レーザーシートになってます。で、ヘッドアップディスプレイはこれはね、まあこれは全部ついてますけど、上に、もついてますし、まあ、完璧です。まあ、これはね、M スポを選ぶか、ラグジュアリー選ぶかはお好みです。その人次第。じゃあ最後、M スポをつけていきましょう。これもアダプティブヘッドライトなんで。これね。で、内装は、これ M スポーツですね。M スポーツ。さっきのこの辺のね、パネル。これは全部ね、ラグジュアリーと基本的に同じなんで、ですが、で、まあメーターも一緒です。フル液晶。で、シートの形状、まあちょっとスポーツシートなんでね、だいぶ、この腰の部分をね、張り出してると。っていう内装です。まあ一番スポーティーな車です。中乗り込んでみましょうか。はい。これ360度カメラついてますからね。はい、内装こんな感じです。カメラ一応360度カメラですね。で、こんなんもうこれ押したら、その場所の 3D の映像が出るんですよね。すごいですね。まあ自動駐車ももちろんありますし、まあナビもね、こんな感じで大きいし、タッチパネルですね。これも全部タッチパネルになってますよね。結構使いやすいですね、BMW もね。僕もなってましたけど。どうしても必要じゃないね。装備を省いて。で、安くして、まあ、でもかっこよさを残しながら安くした。っていうやつが M スピリットで。M スポーツはもちろんね、そういう風なのは全部入った一番スポーティーなモデルで、ラグジュアリーはその真ん中の、まあ一番豪華っぽいと。見た目も内装、豪華になってますよって。その3種類のご紹介でした。パッカーズやってほしいことがあれば、コメントもらえれば、何でもやりますんで、何でもできないことありますけどね。できることはやりますんで、ぜひちょっとよろしくお願いします。